スーパーファミコン、スーパーファミコン互換機、スーパーファミコン互換機とは、各社から発売されたゲーム機の総称であり、ニンテンドが製造、発売をした、スーパーファミコン及び海外向け使用品のスーパー、ニンテンドエンターテイメントシステムと同一あるいは、類似した機能を有し、スーパーファミコンへセニス用ソフトを起動できるものを指す。製品には、ニンテンドからライセンスを受けたものと受けていないものが、 存在しており、ライセンスを受けていない製品の方が圧倒的に多い。2011年頃から特許権が消滅したことにより、ライセンスがなくても合法的に日本国内で販売されるようになった。ライセンスを受けていない互換機の中には、ファミリーコンピュータ及び海外向け使用品の n i n エンターテイメントシステム用ソフトも併用できるようにスロットを二つ設けているものや、 アダプターを使用することによって、ファミコンやメガドライブ、ゲームボーイアドバンスといった他のゲーム機のソフトが使用できるもの、液晶画面を備えた携帯ゲーム機仕様のものも存在する。非ライセンス品の互換機は、オリジナルのスーパーファミコンエセニスにあるリージョンプロテクトがなく、海外向けエセニス用ソフトを無改造で使用できるものも多い。また、 地上波デジタル放送に対応した現代のハイビジョンテレビに接続できるようにスーパーファミコンエセニスが主力機であった1990年代には規格として存在しなかった HDMI 出力端子やさらにはアップコンバート機能も備えているものも存在する HDMI 機能を備えていない機種については携帯機タイプを除いて 通常の RCA コンポジット端子を備えたものが大半であり、すなわち市販の AV ケーブルがそのまま使用でき、SHVC-008 などの任天堂製、ゲーム機専用の AV ケーブルを購入する必要はない。ノンライセンス品には以下の問題を抱えた商品もある。14GSF-1 プレイステーション試作機、末置き型ゲーム機 FC ツイン携帯型ゲーム機、 FC16 号ハット、スーパーファミコンで、ゲームボーイアドバンスを遊ぼう。ファミコンプラザ。2020年5月23日閲覧。携帯ゲーム機風のスーパーファミコン後換機、サプボーイが、店頭入荷。インプレス秋葉 PC ホットライン。2020年5月23日、閲覧。大のレトロゲームファンが、レトロフリークを正面からレビューする。全プラットフォームのソフト。 デバイスの動作を徹底検証してみた。インプレスゲームウォッチ2020年5月23日閲覧。新たなスーファミ5換機スーパー NT 発表。実機カセットや周辺機器もそのまま使用可能。インギャジェット2020年5月23日閲覧。ニンテンドから発売したスーパーファミコンジュニアにも同様の問題がある。 日本国内では1997年に日本法人が撤退し、同時にサービスを終了したため、以降は通信対戦機能は使用できない。1994年にソニーコンピュータエンタテインメントから発売された同名の32ビットゲーム機とは別。ソニーが開発し、任天堂と合同でスーパーファミコン CD r o m としてリリースを計画していた企画。 松下電気産業主会社の松下久さし電子工業が開発したスーパーディスクとは別。幻の任天堂プレイステーションがオークション出品へ。インギャジェット2020年5月23日閲覧。ありがとうございます。